沖縄のおばあはとてもパワフル。民謡酒場のホステスはおばあだらけ。合計年齢500歳であるね。ああ沖縄の公民館はおばあのたまり場。サロンパスとシップの匂いで充満している。公共施設もおばあのものであるね。ああおばあのお家に遊びに行ったら、お土産は必ずティッシュで包む。お菓子も天ぷらも何でもティッシュであるね。あれかめうりかめ食べなさい、おばあに言われたら。あれかめうりかめ食べなさい、誰も断りきれない。これが噂のかめかめ攻撃。おばあはとてもパワフル。法律だっておばあには通用しない。横断できないとこでも横断してくるであるね。ああ沖縄のおばあに勝てる人はいない。タクシー乗っても必ず料金をねぎる。初乗り運賃自分で決める。100メートル100円さ。そんなある日天国から死んだおじいが帰ってきた。踊りにゲートボール、残りの人生楽しんでたらおじいが出てきて一言こう言った。おばあ浮気するなよ。おばあは若い彼氏作ってた。宮城正夫65歳。ああおばあと一緒にマックに行ったら、おばあは注文まだ頼んでない。いらっしゃいませ、こんにちは。おばあ何頼む？おばあはそばでいいさ。おばあそばはないよ。じゃあゴーヤーチャンプルー。おばゴーヤーチャンプルーもないよ。ここはマクドナルドだよ。じゃあマクドナルド。そんなおばあが僕は大好き。あれかめうりかめ食べなさい、おばあに言われたら。あれかめうりかめ食べなさい、誰も断りきれない。これが噂のカメカメ攻撃。あれカメウリカメ食べなさい、おばあに言われたら。あれカメウリカメ食べなさい、誰も断りきれない。これが噂のカメカメ攻撃。